が今日切ったコナラ、カブトムシの好きそうな甘酸っぱい匂いがします。印だけつけてありますんで、次の機会でも刻んでいきたいと思ってます。これは前回倒したコナラです。太い方ですね。35センチで目印をつけていって、目印3本目、1メートル5センチで、刻んでやります。まあ、これだったら多分運べるんじゃないかなということで、印をつけました。でこの後どっか集めて35センチに刻んで巻き割りをしていきます。こんなのがあちこちに散らばってます。こっちはい方のコナラです。これも35センチで目印をつけて、1メートル5センチで刻んでやります。他にも、マテバシも切ってやります。太くはないんですけど、マテバシもここに刻んでます。1メートル5センチ。まだちょっと仕掛かり中であれですけど、こちらにもマテバシ。マテバシはこれはあんまり綺麗じゃないです。結構ピンクで綺麗ですよね。切るのはいいんですけど、マテバシの葉っぱが大量にあるんで、これの片付けが結構大変です。